オリンパスイメージングの小川です。オリンパスの新しい商品のコンセプトについてお話しさせていただきたいと思います。まずお話ししたいことは、写真はその役割を大きく変えようとしているということです。かつて人々は写真を撮り、思い出をアルバムに残しました。家族や友人とアルバムを広げて思い出を語り合うことはあっても、極めて限られた近しい人とだけしか写真を共有することができませんでした。しかし今、人々は写真を撮り、私の体験を世界中にシェアしています。私だけが見た景色、私だけが見た瞬間を写真に収め、 SNS へとシェアすることで、私の体験を友達すべてが共有することができるようになったのです。 SNS に写真を投稿することで、誰でもクリエイティブな自己表現を簡単にすることができるようになりました。今や写真は世界中のほとんどの人にとってかつてなく重要なものになっていると言えると思います。しかしながら、思わずシェアしたくなるような素晴らしい写真が撮れないのはなぜでしょう。今や人々は毎日写真を撮っています。そして毎日は素晴らしい瞬間であふれています。でも私の体験を余さず伝えられるほど表現力があり、美しい写真はなかなか残せません。これには2つの理由があると思います。一つは、毎日持ち歩いているカメラの性能が不十分ということ。二つ目の理由は、性能が高いカメラは毎日持ち歩けないということです。つまり、毎日持ち歩いているスマートフォンにはまだ十分なカメラ性能がありません。そして高い性能を持つ一眼レフは大きすぎて、あるいは重すぎて毎日持ち歩けないのです。このジレンマをユーザーはどう感じているんでしょうか。インタビュービデオがございますので、どうぞご覧ください。 What's the most beautiful thing that you've seen today? The most beautiful thing that I've seen? Probably my dog playing out in the yard this morning. I was like spraying him with a hose. He's trying to get away from the water. I like taking pictures of buildings. I'm an architect. My daughter, she's 2 years old. She's big now. Probably the sky, actually, about 6:20 this morning. It was a really beautiful color. Were you able to get a photo of her?I tried to on my camera phone, but it wasn't too good. She's running around all the time, she's just not like to sit still. Yes, I did actually take a photo of it, but I took it with my camera phone. A good picture? Nah. I usually have my DSLR. 一眼レフは素晴らしいカメラです。ですが、このビデオに登場するユーザーが実感しているように、今日一日で最も美しかった瞬間を大抵の場合、取り逃しているのです。果たして一眼レフはどの程度の頻度で使われているのでしょうか。調査によれば、なんと1年の 90.2% は一眼レフは家で眠っているのです。これでは毎日の決定的瞬間を撮ることは確かに難しそうです。1年の 90.2%、一眼レフは家で眠っています。ここにミラーレス一眼の価値が見えてきます。毎日持ち歩ける上質なカメラ、そして一眼レフと同等の画質と性能を持つ。オリンパスはミラーレス一眼の価値を示す最初のカメラとして2009年にオリンパスペン EP1 を発売しました。上質な持ち物、上質な操作性、上質な表現力、それがオリンパスペン EP1 のコンセプトでした。ペンは世界中で衝撃を呼び、世界中で愛されるカメラとしてスタートすることができました。オリンパスペンが発売されて以降、競合他社の参入もあり、一眼カメラ市場に占めるミラーレス一眼のシェアは増え続け、日本や台湾などはすでに 50% を超えています。そしてオリンパスはミラーレス一眼の日本のシェアで年間1位を獲得しています。オリンパスペンはこのミラーレス一眼の価値に加えて、新しい写真表現という価値を提供し続けてきました。代表的な一例はアートフィルターです。忠実な写真表現の追求のみであったカメラ業界で、いち早く演出性の高いフィルター効果を導入しました。これはインスタグラムが始まる前のことですから、画期的なコンセプトでした。
オリンパスはお客様に愛されるプレミアムブランドを目指します。それがオリンパスイメージングの目指す姿だと思っています。本日発表させていただく新しいペンはオリンパスペン EP5 です。ここにそのオリンパスペン EP5 ございますけれども、オリンパスペンの原点に立ち返り、徹底的に上質なデザインにこだわり、徹底的に先進的な機能をこの小さなボディに集約しました。シェアビューティフリー、それが新しいペンのタグラインです。毎日の美しい瞬間を切り取り、その場からスマートフォンを介して簡単に SNS にシェアできる。そしてもう一つの特徴は、ペンでこだわり続けた持ち歩く上質感。一眼レフを凌駕する8000分の1秒シャッター搭載、瞬間を切り取る最先端テクノロジー。この写真をご覧になってください。常に持ち歩けるペンだからこそ撮影できたシーンだと思います。旅している瞬間に美しいシーンに出会い、心が動き、思わずシャッターを切った。8000分の1秒のシャッターだからこそ、明るいレンズを装着しているからこそ撮影できた写真だと思います。そして新しいペンは Wi-Fi を内蔵しました。スマートフォンアプリである OI シェアと連携し、今ペンで写したばかりの美しい瞬間をその場からすぐに SNS にシェアすることができるようになりました。さらに新しい写真表現の提案として、フォトストーリーを搭載しました。カメラ本体だけで組写真を生成し、そのまま SNS へシェアすることができます。この写真は先日ドイツの出張の際に滞在したホテルの部屋をフォトストーリーで私が写真を撮りシェアしてみましたが、おかげさまでたくさんのいいねをいただきました。オリンパスペン EP5、 私からのご説明は以上です。それではコンセプトムービーをご覧ください。Sharing. It's what connects us all. It's what makes us human. It's why we live and share in real time. Because life isn't posed. It's full of surprising, extraordinary moments. Beautiful moments that happen all the time. Each one seen through a new lens every day. Whether they happen when you wake or under the stars of night, Penn is with you.Capturing the crazy moments, magical, brave, spontaneous moments, the never before or ever again moments. The moments that tell the world we lived. The moments we can't share if we don't shoot. The moments shot by you, shared by Penn. Olympus Penn. Share beautifully.